どうもこんばんは、コブラです。今回は、炎の剣、インフェルノフレームを用いた気絶ビルドについて紹介したいと思います。それではやっていきます。武器、防具、構成について順を追って説明したいと思います。まず、武器に関しては、インフェルノフレーム、こちらはヘリオンの武器となります。頭をレザーキリンにして、体をヘリオン、腕をヘリオンにして、 足をこしゃい。ランタンに関しては、シュライクを使います。続いて、武器のモッドについて話していきたいと思います。こちらのモッドについては、アダマンタイトボルトと旋風のストライクプレートを入れてやります。セルについては、後ほど話していこうと思います。続いて、セルの構成についてですが、こちらパークですね。プラス6がプレデーター。 圧倒、活性化、撃追を、燃える心臓となり、プラス3は、強振回路、強戦士となります。こちらのビルドの詳細については、概要欄に記載しておきますので、そちらをご確認ください。スカルンのちょっと強めバージョンのやつと戦います。パークの構成については、先ほど申し上げたとおりで、えー、表記の通りになっています。こちらに関して言うと、 まあ攻撃速度を早めて今回は攻撃速度ではなく気絶ビルドなのでいかに早く気絶するかっていうふうに、えー、紹介するっていう感じになりますがハンマーと比べてこちらの方がやりやすいですっていうのは若干ですねハンマー、まあ、遅いので振りがでそのシュライクの攻撃速度を入れて やっと速くなるっていう感じになりますんでこちらに関して言うと拳に関しては速いですねなので攻撃速度を入れることによって若干速くなると思いますこちらの奉納の剣インフェルノフレイムがユニークスキルがあって8回連続で攻撃した場合大量の 炎属性のダメージを与えることができるプラスアルファはこちらの気絶ダメージを上げるっていうふうに目的がありますでこいつがですね気絶した際に、えー、タコ殴りできますなのでパーティーやる際は比較的早くダウンすることができると思いますソロではですね、えー、比較的楽なのではないかなと思います こちらの気絶ビルドがいいところがあって、撃墜王がついてます。こちらの撃墜王は英語で言うとノックアウトキングなんですけど、こちらのノックアウトキングをつけることによって、気絶ダメージが蓄積されていきます。そしてですね、頭に入れてなくても、こういうふうに青い状態で気絶ダメージが入ります。この気絶ダメージが蓄積されることによって、 頭の方にこうくるくるマークがつくんでそれがもうすぐ気絶しますよっていう状態になります今回はインフェルのフレームを駆使して、えー、気絶ビルドを紹介いたしましたこちらに関して言うとなぜインフェルのフレームかっていうと2つ、まあ、パンチマークが載せられるので他のスキルも載せられますなので比較的やりやすい、まあ、組みやすいビルドなんではないかなと思います この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。